専修大学2年生大橋美代選手、乗ります馬は慶応義塾大学ケーキです。このケーキ号ですが、先ほど慶応義塾大学1年生森夏樹選手が乗りまして、減点ゼロ、タイム59秒49で走行を終えております。大橋美代選手は減点ゼロで59秒49でより早く帰ってくれば勝利となります。大橋美代選手、3つ以上を落としますと慶応義塾大学の